結婚発表のきらびやかな舞台を終えた翌日、大谷翔平は球場へと向かった。オープン戦、そして新たなショーの始まりへ。彼のプレーはまるで自由な鳥が空高く舞うようにのびのびとしたものだった。大谷はこの日2番指名打者として先発出場、そしてフィールド上で自らの存在感を示した。3打席立ち2四球と1安打1打点をマーク。その姿はまさに指揮官たちの夢ともいえるパフォーマンスだった。ロサンゼルスドジャースの監督デーブ・ロバーツは大谷のプレーを称賛した。今日の翔平は素晴らしかったと思う。3打席立って2四球あってヒットも打った。いい打席だったと思うし、のびのびプレーしているように見えるとロバーツ監督は述べた。この日の大谷は通算107勝の右腕カラスコから四球を選び出塁。そして昨季の巨人の開幕投手だったビーディとの対戦で内角高めのフォーシームを振り抜いて右前的自打を記録した。その後も5回2死2塁では四球を選び猛打賞を記録した。ロバーツ監督は大谷の積極性についても言及した。積極的にストライクをスイングしているし、ボールは見逃している。今日も翔平にとっていい一日だったと指揮官はそのプレーを称えた。しかし次戦に備える大谷には休息が必要だと判断された。ロバーツ監督は大谷が翌日のカブス戦を欠場することを発表した。その後のスケジュールについてはロッキンス戦を予定し、フルスエンゼルス戦やホワイトソックス戦にも連続出場する可能性があると語った。大谷のプレーは常に注目を浴びる。その一挙一動がファンやメディアの注目を集める中、彼は結婚という大きな節目を迎えた。だがその背中には変わらず野球への情熱が宿っている。彼のプレーは常に進化を続け、その可能性は未だ見えない領域にまで及んでいる。